やばい、ここ圏外だよ。いや、ほんと圏外だよ。着きました。全然暗くて見えねえ。暗っ。あ、やばい。え、めっちゃ静かじゃん。静かちゃん、ごめん、ダメだ、俺我慢無理だ。やばい、お前それやばい。もう我慢できない。おい、飛んない。え、これどこにあんの、この先にあんの。あ、そう。あ、いいことした。あれ映そう。はい。昼、何これ、何て書いてある。飛行間宣言遊遊歩道案内図。チャッチな。ここだ、俺現在地ここ。さっき撮ったのが昭和トンネル、さっき撮って、でさっき見たのが、順が見たのが大正トンネルでしょ。でここが明治トンネル。そうだ。行きます。これが明治トンネル。書いてある。あ、本当だ。だね、岩盤だな。なんだこれ。あ、手彫りの。これが手彫りらしいです。で、ここ稲川淳二が来たらしいです。え、どんぐらい遠い、ここから。え、めっちゃ遠いよ。ヤンキーがいた時のために。うん。あ、僕とは？僕とはある。で、誰かいたら、シミュレーションしとこうかな。うわ、どう？ちょっと前行くと、クモの巣あんだけど。え、めっちゃ静かじゃね？静かにしてみる。いいよ。すげえ。めっちゃ静かじゃん。静かちゃん、戻ったら車なくなってたらどうしよう。県外だから誰も呼べないよ。明日の多分ニュースになるかもしれないね。あ、1週間後くらいに。20代の2人が行方不明。え、どこまで行ったの、この前行った時。え、もう全部入ってやる。奥まで？中まで入ってる。奥、向こう繋がってんだっけ、こっちは。繋がってないよ。繋がってないんだっけ。あ、なんか落盤してんだっけ。そうなの。なんか書いてあって、俺見た時落盤してるって。あ、そう、コメント欄にも書いてあったぜ。なんか、ここのトンネル、僕のご先祖が掘ったんで、全然心霊スポットじゃないですよ、とか。うわ、虫うざ。あ、虫除けスプレー持ってるの忘れちゃった。あ、なんだ。いや、めっちゃ虫飛んでくる。いや、やだな、俺虫嫌いな。虫これだね、マジで虫うざいんだけど。うわもう虫やなんだけど。帰る虫いるから。本当に虫うざい、ね、待って、虫うざい。え、うわでっか、やばい。ちょっとマジ虫キモいんだよ。お前ガッツ来ちゃったんだよ。入る。え、これマジめんどくさいんだよな、この食えんの。うわ、ガガイです。気持ち悪い。いや、読めねえや。はっつ。あ、この先危険につき立ち入らないでくださいよって。え、危険に立ち入らないでください。ああ、どうする。あ、え、しかもさっき壊れてるし。ああ、なんだ。あ、これ入れねえか。どうする。もう入ったら犯罪者だからな。あ、これもう奥見えるやん。え、見える。見える。た、待って、もうちょっと。あ、そうもう奥すぐそこじゃん。なんだ、どこが心霊スポットなんだよ。なんだ、なんもいねえじゃん。帰るか。田舎順次舐めすぎだろ。帰ろう。じゃあ、もう田舎順次やめた方がいいよ。帰ろう。ふざけやがって。そんな、そんないやん。なんだ、どこが心霊スポットなんだ。ふざけやがって。最悪。しょうまい。所詮やっぱこんなもんか。はい、というわけでね、幽霊なんていませんでしたね。うーん、分かった。検証結果。結果、やはり幽霊はいませんでした。あとは帰るだけですね。しょうもなかった。もしこれ書いてる途中で事故起こしたら動画にします。はい、そうです。今日の成果は、今日の名言なんだっけ？忘れちゃった。今日の名言なんか言ったよね。なんだっけ？忘れちゃった。一番、女湯が一番の心霊スポットだ。じゃあもしなんか次ね、行ってほしいね。この僕たちに幽霊いないってことを証明してほしい心霊スポット、ん？心霊スポット。そう、心霊スポット。ちょっと。行ってほしい。じゃあ心霊スポット、僕たち二人行くんで、絶対いないこと証明するんで、行ってほしい。こならいるっていうちょっと心霊スポット絶対いるとこちょっと書いてください。そこ絶対行くんでお願いします。じゃあ帰ります。コメント欄にじゃあ書いておいてください。行ってほしい心霊スポット書いておいてください。行くんで、幽霊になったこと証明します。僕たちが絶対絶対いない。